ティナトルステニャクは、スロベニアのゼェリエ出身の柔道選手。階級は 63kg 級。身長 162cm。柔道は8歳の時に、三角柔道クラブで始めた。最初の指導者は9歳年上となる道場のウルシカ、ジョルニルだったという。2008年の世界ジュニア 57kg 級で3位になると、2009年の世界ジュニアでも3位になった。 その後階級を 63kg 級に上げ、2012年の U23 ヨーロッパ選手権では3位だった。ロンドンオリンピックの際には金メダルを獲得したジョルニルの打ち込み相手を務めた。2013年にはヨーロッパ選手権で3位となったものの、世界選手権では5位にとどまった。2014年にはヨーロッパ選手権決勝でフランスのクラディスワグベニューに敗れるも2位になった。 世界選手権では準々決勝で前年の世界チャンピオンであるイスラエルのヤーデン・ジルビに敗れるが敗者復活戦を勝ち上がって3位になった。その後、グランドスラム・アブダビとグランドスラム・東京では優勝を飾った。2015年にはグランプリザグレブ決勝で世界チャンピオンのアグベニューに一本勝ちしたのをはじめ、グランプリ大会で3つの優勝を飾った。 ヨーロッパ競技大会では2位にとどまった。世界選手権では決勝でアグベニューと対戦すると技ありという行を取って勝利を収めてスロベニアの選手としては初の世界チャンピオンとなった。グランドスラムパリでも優勝したがグランドスラム東京では2位に終わりに連覇はならなかった。2016年のヨーロッパ選手権では優勝した。そして迎えた リオデジャネイロオリンピックでは再び、アークベニューと決勝で対戦すると、北条司法型で破って、金メダルを獲得した。63kg 級で2大会連続して、金メダルを獲得するなど、スロベニアのような小国がなぜこれほどの成功を収めることができたのかとの問いに対して、スロベニア柔道が現在あるような礎を築き上げた、コーチのマリアン・ファビアンのおかげに尽きると回答した。 また、若い世代に伝えたいこととして、自分自身やコーチをひたすら信じて、インターネットで触れた情報には決して惑わされないようにとも語った。2017年のヨーロッパ選手権では2連覇した。世界選手権では決勝でアグベニューに反則負けして2位だった。2018年のヨーロッパ選手権では2位だった。世界選手権では準決勝で、 タシロ未来に技ありで敗れて3位だった。2019年に東京で開催された世界選手権では準決勝でタシロの肘を伸ばしながら技を仕掛けてきたのが立ち姿勢で関節技を決めようとする危険な行為とみなされて反則負けすると3位決定戦には規定により出場できず5位に終わった。2021年のヨーロッパ選手権では優勝した。7月に 日本武道館で開催された東京オリンピックでは決勝で前回と同じくアグベニューと対戦すると技ありで敗れて2連覇はならなかった。アイフ世界ランキングは6065ポイント獲得で2位。57kg 級での成績 63kg 級での戦績。ありがとうございます。